参ったな。はい、森尾です。あ、もしもし、織原です。首がつながってよかったです。誰が首ですって？ひょっとして本郷先生が言ってた、うちじゃもう書かないと言ったのを気にしてたとか？それ気にしますよ。それまずいでしょ。あれはね、今に始まったことじゃないんですよ。いわば先生の常套句で、私も担当だった頃よく言われました。貝塚君も相当言われてんじゃないですか？ねえ貝塚君。もう耳にタコです。おいしい、本当にこれおいしいです。お口にあって何よりです。名前だけでも聞いとくんだった。あのタイミングで名前なんか聞いたら完全に危ない人です。もう危ない女だと思われたっていいよ。あんなイケメン一生目にかかれないかもしれないよ。いや、今追い出されるとマジヤバいんだよな。適当だな。すいません、ネクタイの締め方が分かんないんですけど。うち来る？え？アパート出なきゃならないでしょ。ギャラが入るまでうちで間借りさせてあげるよ。参ったな。はい、森尾です。あ、もしもし、織原です。首がつながってよかったです。誰が首ですって？ひょっとして本郷先生が言ってた、うちじゃもう書かないと言ったのを気にしてたとか？それ気にしますよ。それまずいでしょ。あれはね、今に始まったことじゃないんですよ。いわば先生の常套句で、私も担当だった頃よく言われました。貝塚君も相当言われてんじゃないですか？ねえ貝塚君。もう耳にタコです。口にあって何よりです。名前だけでも聞いとくんだった。あのタイミングで名前なんか聞いたら完全に危ない人です。もう危ない女だと思われたっていいよ。あんなイケメン一生目にかかれないかもしれないよ。いや、今追い出されるとマジヤバいんだよな。適当だな。すいません、ネクタイの締め方が分かんないんですけど。うち来る？え？アパート出なきゃならないでしょ。ギャラが入るまでうちで間借りさせてあげるよ。